んにちは、深田です。今日はキックボクササイズのレッスンを行います。音楽に合わせてパンチを組み合わせてお家でもできる、心拍数の上がるエクササイズをやっていきたいと思います。ぜひ一緒にやってみてください。はい、では早速やっていきましょう。片方の足を一歩前に出します。前の手ジャブ打ったら構える、これをまずやっていきたいと思います。いきましょう。ジャブです。パン、ジャブ、これをあと2回いきます。パン、さあ数が増えます。ジャブ2回、ジャブ2回、ジャブ2回、さあ3つに増えます。ジャブ3回、1、2、3、高さ変えます。上下上、パンパンパン、パンパンパン、パンパンパン、ストレートが入ります。上下上、ストレート、ストレート2回にします。ストレート、パンパンパン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 、あと4つ、あと3つ、パンパンパン、ラストです。これを同じように反対の足の構えでもやっていきたいと思います。そしたらさっきと逆の足一歩前に出しましょう。また同じようにジャブ打って構える、いきます。ジャブ、ジャブ、さあジャブ2回に増えました。1、2、ジャブ2回、さあジャブが3つ、1、2、3、1、2、3、1、2、3、さあまた高さ変わります。上下上、ストレートつけましょう。上下上、ストレート、ストレート足します。上下上、ストレート2回、上下上、ストレート2回、上下上、ストレート、繰り返しましょう。皆さんどうでしたか？ジャブとストレートだけのコンビネーションなんですけど、高さを変えることで心拍数も上がりやすくなるし、太ももお尻なんかにも効いてきたと思います。お家で簡単にできるキックボクササイズのレッスンです。ぜひやってみてください。 We can change!